うん。こんばんは。今日少し遅くなりました。準備していきます。広告貢献1位たくみさんが 5800PT ニコに広告しました。広告貢献1位たくみさんが 3500PT ニコに広告しました。それで始めていきますね。今週のカスタムキャスト新着衣装です。今着ているのがこちらの衣装になります。第10位にランクインしました。相変わらずスカートが短いです。バーチュアルキャストが好きな一人が来場しました。こんばんは。今週のカスタムキャスト新着以上です。衣装、上着のパーツは2つに分かれています。
昨日の配布アイテムがこちらです。このメガネは少し微妙かな。こちらのポーズはまたツイッターで使っていきますね。それでは衣装チェンジします。中です。データ転送中です。顔を外してみました。上着のパーカーを外してみました。バーチュアルキャストが好きな一人が来場しました。こんばんは。広告貢献に的いちかさんが1000ピーティーニコに広告しました。こんばんは。広告ありがとうございます。今週のカスタムキャスト新着衣装です。新着あとは今月のログインボーナスです。25日のポイントのもらい忘れに注意しましょう。ウィークにログインできないトラブルがあったので、ゴールデンウィーク、取るまで日数は短期されています。ギマノルマのミスは探知されています。うまく言えない。ノルマの日数は探知されています。短縮。
については以上になります。今週のカスタムキャストについては以上になります。次は今週の株価について。では、ジリ編といった感じでした。レトロゲームが好きな一人が来場しました。今週の株価は大きな変化はないです。3月決算の発表も一段落して、しばらくはあまり大きな動きはないかもしれませんが、暑い時期になります。株価下落しやすい時期になります。アルペンを売却しました。こんな感じです。ケスタールなのですが、アルペン6月決算なのですが、このままだと赤字転落の恐れもあって、売却しました。今年はオリンピックがあって、その期待の回も入るかもしれませんが、あんまりアルペンの業績が上向く感じはしません。投資信託はこんな感じです。こんばんは。あまり大きな動きはないですね。こんばんは。日経平均は横ばい。季節はあまり期待はできません。これからの季節、
なんとか円安で株価を維持しているような感じです。6月からは下がるって感じですね。やっぱりなくて。6月はあまり上がる要素がなくて微妙な時期ですね。ですです。まあ買いマスのチャンスの時期でもあります。タイミング見極めないとですね。バーチャル YouTuber が好きな一人が来場しました。こんばんは。要しますね。今日はそろそろ配信終了しますね。今日は配信開始が遅れてしまいましたが、から毎週よ、まあ一週土曜の夜9時半後から。でいます。30分ほどで配信をしています。ますので来てもらえると嬉しいです。一つを受けていますので、一つを受けていますので、うまく言えない。一つを受けています。一つを受けています。言えない。新終了します。配信終了しますね。お疲れ様でした。結構微妙なのでクエスト参加おうかな。コントローラーのバインドおかしいです。それではまた来週。積み込まれて